こんにちは、始まりました、川西美希です。最近鏡見て結構って思うことが多くて、やっぱまあ年齢っていうのもあるけど、メイクで女の子が変われる部分がやっぱ大きいと思うので、最近夜な夜なメイク練習とか研究してるんですけど、今回はメイク研究練習の様子を動画に収めてみました。それでは川西チャンネル始まるよ。見て、こんなところにとてつもない爆弾仕込まれて、爆発してんのかこれ。本当に大きい吹き出物ができました。今かなりね血色感ないし、ちょっとあれいつもより薄じゃねっていうね思った方いると思うんですけども、メイクしてから結構だいぶ時間が経ってたんで、メイク直しするようで、アイハナの肌純エッセンスバームっていう、こういうスティック状のバームで、頬とここからここぐらいまでかな、ファンデーション取ってある状態です。なんか昔からメイクの研究とか、まあメイク落としする前に可愛い人とか気になってるモデルさんとか雑誌見ながらとかメイク研究してたんですけど、最近あんまりしてないなって思って、この間とかもね、言わないよな、トワイスちゃんのフィールスペシャルのみんなのメイク見ながら、眉毛もうちょっと自分こうした方がいいかなとかって結構研究してたんですけど、ちょっと今日もメイク落とす前にみんなと一緒にね試行錯誤してメイク研究していこうかなと思います。いつもさ、メイクする時が出かける前とかなので、結構急ぎながらメイクしちゃってあんまり研究にならないので、今日はたっぷり時間を使ってメイク研究してきます。あ、勝手に進めてるけど、ここのファンデ取ったんでクマ隠ししてきます。で、私コンシーラー塗る時にこういう筆使ってなかったんですけど、エチュードハウスでコンシーラーのブラシを買いました。ブラッシュ110のデュアルコンシーラーっていう、こんな感じで平たいブラシになってて、片面ちょっと大きめのやつと、反対側はこうポイントでちょんちょんってコンシーラーつけれるやつ。今日のニキビにぴったりじゃないこれ。いい感じで使えそう。で、ウマをまず隠していきます。ウマ隠し大事。こんな感じで隠して、で、ここの頬ファンデーション塗ってないんで、ちょっとファンデーション塗りますね。この間の初めて使うコスメで紹介したメイク、資生堂のシンクロスキンセルフリフレッシングファンデーションの160番っていうカラーね、これをちょっと手に取って塗ってきます。このでっかいのやばくない？なんか久しぶりにこんなでっかいの仕込まれた。そうそうそう、このファンデーションの使い心地なんですけど、結構コメントで私の肌に合ってるとか、ツヤっぽさが綺麗ですみたいな感じで来てて、最近はねこっちのファンデーションを使うようにしてます。でもシュウエムラのものと比べるとやっぱりちょっとよれやすくは感じるかな。でもよれても確かにツヤっぽさは綺麗な感じ。私鼻周りよれやすいんですけど、鼻周りはね結構ちょっと汚くなっちゃうかなっていう印象でした。なんかこの間モニタリングでメイク教室っていうか、その人に合ったメイクを教えてくれるっていう講師の方、スペシャリストみたいな人がモニタリング出てて、その人がしたメイクがめちゃめちゃ素敵で、なんかもう予約が全然取れないみたいに書いてあったんですけど、その人にメイクしてもらったら人生変わりそうだなって思ったので、ちょっと行ってみたいなって思ってるんですけど、やっぱり自分に合ったメイクって絶対あるんだよね。でもそれを見つけるのがとっても難しい。みんながコメントとかで結構、眉毛アーチ眉の方が似合うんじゃないですかとか、アイラインもうちょっとナチュラルな方がいいですよとか、いろいろアドバイスとかしてくれるのも、なんか普通の生活してたらそうやって言ってもらえることないじゃないですか。自分でさ、鏡とにらめっこしてて、他のね人の意見だったりとか、プロの人に教わる機会とかってなかなかないからね、自分に似合ったメイクとか見つけにくいと思うんですけど、こうやってでメイクの練習する時間ってすごい大事だなって最近やっぱり思います。はい、完全には隠れてないけど、コンシーラーでここのニキビ隠しました。このブラシめちゃくちゃいい、超使いやすいです。ピンポイントでペペってやってくれるし、やっぱコンシーラーってブラシ使った方がいいのかもしれないな。ちょっとチークとかいろいろ試したいのでパウダーを塗りました。チークどうしようかな。最近いただいたコメントでハッとしたんだけど、ここずっとオレンジメイクばっかりしてて、なんかゴリゴリに可愛らしい系のピンクメイクとかやってなかったんで、ちょっとピンクつけてみようかな。完全なピンクではなくってちょっとオレンジっぽいけど、セザンヌのナチュラルチーク N と、これはピンクですね、キャンメイクのマットフルールチークス01番。こっちの方が結構女の子らしいピンクか。久しぶりピンクチークとか。どうしようかな、どこに入れよう。可愛らしく入れるならここか。よー、久しぶりに入れた。やっぱピンクって可愛い。ちょっと待って、なんかさ、眉毛とか変な感じだから笑うと動物なんだけど、ピンク可愛いし、このマットフルールチークス超使いやすいね。こんな感じ。ちょっとさ、せっかくだからチークのつける位置を研究してみよう。目から降りてきて、この真ん中に楕円型だけど少し丸みがある感じで入れるとこんな感じもうここがあると人相変わるからやだ。こんな感じです。で、こっち側をちょっと頬の外に入れてみよう。こうやってちょっと頬の外側に。すごくない？全然印象違うんだけど。こっち側とこっち側。こいつがいけない。チーク。こんな感じ。ここら辺
してもいいのかな。で、少しちっちゃめのブラシに取ってみよう。ほん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 と。こんな感じかな。こっちとこっち。どっちの方がいいんだろう。でも印象が全然違う。私はこっちの方が好きだな。なんだろう、しっくりくる。じゃあちょっと外側に変更します。ちょっと分厚く見えるけどパウダーで重ねちゃいますね、内側。でも久しぶりにピンク使ったけど可愛い。マットフロイルチークス使いやすいよね、やっぱり。キャンメイクすごすぎ。こんな感じかな。まあ、内側とかにつけるのも可愛いけど、この入れ方が可愛いですね。はい、そしたらなんか眉毛が寂しいから眉毛先描いちゃおう。眉毛はビセリシェのアイブロウパウダー BR1 番。で、眉毛どうしよう。アーチ眉もいいと思うんですけど、平行眉の人見ると可愛いなって思っちゃうんだよね。 TWICE のミナちゃんとかの眉毛がめちゃめちゃ好きで、ミナちゃんのね平行眉なんだよね。可愛い平行眉毛、可愛いな。ポイントは眉尻ですよね。こう平行にする。こんな感じか。なんかすっごい描いてるわけじゃないのに眉頭がめちゃめちゃ濃く見えちゃう。もっとふんわりした眉頭がいいのだけれども、なんか太くない？どのぐらい難しい。ちょっとこっちも描いてみますね。左右の眉毛が非対称すぎて本当に難しい、眉毛描くの。でも眉毛屋さんも行った方がいいな。アート眉もそうだけど、眉毛を整えてくれるとことか行ってみようかな。いや、おかしいでしょこれ。太いね。こっちの方がアーチになってんのか。消してスタンプのようにポンポンシュッシュ描いていこう。下は平行、上はちょっと山を作るって感じかな。山っていうか平行にして下げるって感じか。それでもこっちの方が上がってるよね。さっきよりマシになった。なんか眉毛って本当に大事なんだなっていうのをいろんな可愛い人を見てて思います。眉毛が綺麗な人はもうそれだけで美人。ちょっと濃いかな。ヘビーローテンションね。やっぱこれがズバ抜けて明るいから眉毛濃いなって思った時はアイマスカラします。明るくなった。平行眉が似合う顔っていうな。アーチ眉の方がやっぱ大人っぽくも見えるし、綺麗めな感じではあるけど、やっぱ何年経っても優しい顔、垂れ目に憧れるし、平行眉に憧れてしまう。これだと太すぎ？わかんない。なんか YouTube ライブとかしてメイクした方がいいのかも。みんなの意見聞きながらメイクした方がいいメイクの仕上がりになりそう。ラチ開かないからちょっとこの辺でやめとこう。で、眉毛試行錯誤した後は、この下のラインがね、綺麗に見えるように、パウダーファンデーションとかを、毛先がね、シュッてなってるやつ、まとまった毛先のブラシを使って、こう、かたどってあげると綺麗に見える気がする。上もね。まあ、上はハイライトとかでもいいのかもしれないです。なんかやっぱこうやってさ、メイク練習とか、メイクしてたりすると、やっぱメイクってアートだなって思うよね。やっぱこっちの眉毛ちょっとやりすぎた感あるな。難しい。左右対称に生まれてきたかったなと思うんですけれども、でもこの間ね、誰が言ってたかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、左右非対称の方が顔は美しく見えるって言ってました。なんかそれ聞いてちょっとだけ安心した。結構すぐ信じちゃう。こんな感じかな。どうせ前髪作るけど眉上にハイライト入れよう。こちらなんかもう一つのこの間の動画で紹介したやつも使ってるんですけど、眉上のハイライトだったらナチュラルの方がいいかなと思って、こっちのナチュラルの色をつけます。なんか眉上にハイライト入れるとちょっとキリッとした男顔っぽくなるのかな。眉下入れるとなんか顔が明るい印象になる気がするけど、なんかこっちの方がキリッとしてやっぱ見えない。眉毛の形なんだろう。こっちもハイライトすごいね。やっぱりハイライトほら一箇所に足すだけで印象が変わるよ。メイクはやっぱ本当1ミリ1ミリが大事だなって思う。下にも塗る。こんな感じでハイライトをデコつける。ハイライトがね、私の人生を変えてくれたと言っても過言ではないぐらい。ハイライト絶対顔変わるよ。本当に可愛い。あ、サクッとね使っちゃいましたが、これこの間のメイク動画で紹介したやつ、ローラメルシエのフェイスイルミネーターディボーション。これを目頭に入れる。なんか結構ねこれギラッとした感じなんで、指でちょっとぼかしてあげつつ入れます。あとこの頬のとこかな、ここにもツヤっと入れてあげる。あとこいつが人相変えてくるからここを消しつつ、ツヤ感、これとこんな感じ。やっぱハイライトありがいいよね。ハイライトほんとときめくわ。何度使ってもハイライトって幸せを呼んでくれる。好きだわ。
誰が考えたんだろうね、ハイライト、まあ、シェーディングもそうなのか。いや、そもそもメイク自体か、とんでもない素晴らしい思考ですよ。これは可愛くなりたいとか綺麗になりたいっていう気持ちがもう素晴らしい化粧品というものを生んだんだよね。で、鼻のところはちょっとよれるとあれなのでブラシで入れます。いつもメイク動画撮る時もこうやって試行錯誤はしているんですけど、このメイクの練習の時とかは本当に鏡とにらめっこして、プラス可愛い人を見ないと、多分自分の顔だけ見てるとねうまくいかないから、あと携帯のカメラで撮ってみたりとかします。でもなんか加工のあるカメラだと朦朧としてくるからそれだと分かりにくいから、普通のカメラとかで撮ったり、あと左右対称か非対称かみたいな感じでミラーっていうなんか逆さに映してくれるアプリ、鏡代わりみたいな感じのアプリがあるんですけど、それ使ったりとかします。なんか口周り、この顎からここ周りがくすんでるとすごいブスに見える。そしたらノーズシャドウ入れてこう。ノーズシャドウいつもブローラッシュ EX ウォーターアイブロウのジェル&パウダーでねやってるんですけど、今回こっちで試みてみよう。ノーズシャドウをね、すごい、ここにこうやって入れると鼻がシュッてなる。特になんか私鼻の頭がでかいのでこんな感じかな。でもすごいシュッとなった。ちょっとぼかした方がいいな。パウダー上からかぶしてぼかします。はい、ちょっとね顔に力をつけるためにリップ塗ります。これ何色って言うんだろう、なんかピンクだけどちょっと大人っぽいピンクじゃない。なんかこれがね韓国で買ったんですけど可愛くて、ヒンスだこれ。なんか最近すごい韓国で人気なヒンスなんですけれども、ムドゥインヘンソ、ヘンソ、ちょっととテロップのしときますね。お花っぽい味がする、匂いなのかな。アナスイに似てますね。唇に塗るにはあんまり好きじゃないかな。はい、リップ塗るだけで全然顔違う、ちょっとテンション上がる。はい、そしたらアイメイクします。アイメイクな、なんかやっぱラインの描き方とか大事ですよね。アイメイクはちょっとまずはシャドウで描いて誘導させよう。こんな感じで垂れさせよう。わ、すごいね、シャドウつけるだけで全然違う。とにかく細いブラシでどれだけぼかすかで印象だったり目の大きさ変わるので、最近ここで結構苦戦してるな。アイラインの誘導線、こっちの方がね二重の幅が広くて、最近の流行りは二重がパッチリっていうよりは、広瀬すずちゃんとかさなちゃんとかもそうなんですけど、どちらかというと二重の幅がちっちゃい方がなんか可愛いイメージがあるので、二重の幅はねこっち狭くしたいんですよね。ちょっとベース塗ります。ベース塗ってこっちも誘導線描きます。難しい。ちょっと見にくいかもしれないけど、鼻と口みたいにさ、目だって一つでいい気がする。メイクが楽だもん。眉毛だってさ、ほら対称にするからめんどくさいでしょ。妖怪でいるじゃん、目が真ん中にあるさ、ガンみたいな傘の妖怪かな。ああいう感じでいい気がするんだよな。心臓だって一つだから目も一つでいいんだよ。まあ、足が一つは不便か。なんで目とかは二つあるんだろうって考えたんですけど、まあ、結局便利だからだよね。そらそうだ。濃いな、多分。この濃いラインを下にまで描いちゃダメなんだな、やっぱり。ここは明るめの茶色で描くといい。正解がないものって本当に一生悩み続けるよね。まあ、それが結局ね、楽しいんだけど。でもやっぱ時間ない時とかって、あーメイクうまくいかない、いやだーってなったりするから、結局さ生まれた時に顔面が最強な人が勝ち組ってことだよね。でもやっぱ自分は顔面最強に生まれたわけじゃないから、結局こうやってコンプレックスをカバーするメイクとか、自分がどうやったら可愛く見えるかなっていうメイクを何歳になっても研究していくんですけれども、なんか大変だけどコンプレックスがあったからこそメイク好きになれたから、そこにもでも感謝してるかな。でここの下のねちょっと垂れ目のこのシャドウ入れたら、私は絶対に涙袋が作りたくなるということで、こちらの私の大好きなセザンヌトーンアップアイシャドウ02番ローズブラウンのハイライトカラー、これをチップに取って涙袋を作ります。ここの3目尻のシャドウを入れた後に涙袋を作ると、いい具合にこの境界線ぼかしができるんですよね。で涙袋ね入れたら影も描きます。このエチュードハウスのブラッシュ320アイライナーっていうブラシがめっちゃ優秀、使いやすい。なんかこのブラシね結構安めで、いくらぐらいだったっけな、なんか500円から800円以内で買えたんでおすすめです。で涙袋もこの間のね夜な夜な研究メイクしてる時に、全部平行な太さじゃなくって、目頭の方はちょっと狭めに描いた方が可愛いのかなって思った。で涙袋で目の形を作る勢い、こっからこっちは平行に描く。なんか今まで黒目が終わるとこまで描いてたんですけど、可愛い人見るとね結構外側まであるんですよね、涙袋の影。だからハイライトでこっちまでやっちゃうのは不自然だから、影で結構外側まで作るといいのかもしれないです。なんかメイク直しの時とかも涙袋のここだけ黒くなっちゃうじゃないですか、パンダ目とかにちょっとなっちゃうから、シャドウじゃなくてもフェイスパウダーこんな感じで
つけて、メクソが溜まってそうなこの部位からシューってねパウダーで描いてあげると、それだけで目の印象が綺麗になるのでおすすめです。メイク直しの時じゃなくても普通にメイクする時もね、ここはやっぱ大事ですね。あと下まぶたのここ粘膜ね、粘膜が黒くなってるとちょっときつい印象になっちゃうので、粘膜にアイラインがついてないかどうかは結構チェックします。で見るかな、この粘膜をちょっと埋めるのと、でもアイラインもさそんな描きすぎない方がいいのかな。なんか一時期メイク少なった時もあったんだけど、最近また濃いから目尻とかも描かないでいいのかな。なんならこっち描いてみて様子見よう。やっぱアイライン描くと締まる感じはありますよね。でマスカラつけます。マスカラ最近お気に入り、根元からつけて、なんかマスカラもさこう角度によってで全然違うから、上に上げるとパチってなってね、こう目が大きくなる印象があるんですけど、上げすぎるとちょっときついというか、みたいな感じになるから、結構ね二重の線より飛び抜けちゃう時とかは爪を使って短くします。なんかその方が優しい雰囲気が出る気がしますね。下まつげは右側を主に塗りたい。動画はね結構短くなっちゃってると思うんですけど、今1時間ぐらいじっくりメイク直ししてて、こうやって時間かけることってやっぱり大事だなって。あ、リップ最後にさっきつけたから、その上からちょっと重ねてグロスつけます。見て、ファンの方からいただいたんですけど、この色持ってなくってディオールのアディクトリップグローオイル003番、これすごい可愛い。うん、このテクスチャー好きだな。可愛い、わかるかな、すごい可愛いラメ、いろんななんか色のラメがポロッと入ってて可愛い。ありがとうございます。でメイクはこんな感じです。なんかやるすぎちゃったかもしれないけど、大丈夫かな、どうしよう、前髪まっすぐなるかな。今からちょっと作ってみよう。ちょっと厚塗り感出ちゃったけど、だいぶ顔が蘇りました。あーでもやっぱこいつ許せねえな、人相変えてくるから許せないな。前髪をまっすぐにして、気づいた方いるかな、なんか最近前髪が薄すぎてちょっと厚くしたんですよ。前髪をこのセンターに来る量をねちょっと多くしました。で前髪は相変わらず出かけるたびに切ってます。こんな感じかな、束感があった方がやっぱ可愛いんだろうけどな。ちょっと長い、切るか。前髪バサミが消えたので普通の文房具で切ります。君です、君、こんぐらいかな、ちょっとこっちがやっぱ長いよね。どれかな、どう、なんかデート前のメイクみたいな感じ。最近はないですけれども、こんな感じで、あ今日のメイク大丈夫かなってドキドキしながらメイクするんだけど、なんか前髪って本当にこれまた正解がないので難しい。自分で切ってるからいけないんだろうけどね。はい、こんな感じで今日の夜な夜なメイク研究はこれにて終了です。うん、やっぱメイク練習週に2回ぐらいしなきゃだね。難しいな。あとやっぱ可愛い人を見ながら理想はこうだなとかああだなとかこう試行錯誤して研究した方がやっぱりうまくいくなって思いました。という感じでね、今日はいつも自分一人でやってるような感じでメイク研究をしてみました。皆さんもねこれ見ながら一緒にメイク研究してみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram もやってるのでそちらの方もぜひぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。かわりしみきでした。バイバーイ。